ナンバーアンダーラインアイ、驚きと感動のパフォーマンスから見える、個性と絆、ナンバーアンダーラインアイがグループとしての歩みを始めてから数ヶ月が経ち、その音楽活動が開始されてからもうすぐ1年が経とうとしています。彼らのデビューシングル、GOAT は、ビルボードジャパンのダウンロードソングチャート、ダウンロードソングス、で1月10日と17日の2週連続で首位を獲得しました。また、 ミュージックビデオの再生回数はすでに3000万回を超え、彼らの勢いはますます加速しています。そして、その GOAT のコレオグラフィービデオが2月5日に公開されました。この映像によって、GOAT のダンスパフォーマンスの全貌が明らかにされ、3人のダンサーたちの高いスキルが再び注目を集めています。GOAT は彼らのこれまでのイメージとはやや異なるヒップホップソングであり、 これまで彼らの活動を知らなかった人たちにも新たな魅力を与えました。特に、神宮寺ゆ太とガン太の表現力豊かなパフォーマンスに驚いた人も多いでしょう。神宮寺ゆ太は優れた歌声とダンスで作品に深みを与え、岸優太はその柔軟な歌声と難しいダンスを見事にこなしています。しかし、グループの中心となってパフォーマンスを引っ張っているのは平野翔でしょう。彼は圧倒的なダンススキルだけでなく、 その存在感で観客を引きつけます。彼の魅力は生まれつきのものもあるかもしれませんが、常に高いレベルを目指す彼の姿勢も魅力の一つです。また、彼らの本質的な部分を見せる場面として、最近の番組、飛べの夏休みがあります。この番組では、三人が普段の姿を見せることで、彼らのファンは彼らのギャップにさらに魅了されています。彼らの和やかな雰囲気や独特な発言は、 彼らの人間性をより深く知る機会を提供しています。そして、彼らの絆についても触れておきたいと思います。彼らはここの個性を持ちながらも、まるで一等性が結ばれて一つの形を作るように、バランスの取れたグループを形成しています。彼らの関係性は彼らの活動にとって非常に重要であり、これからもその絆が彼らを支え続けることを願っています。 ナンバーアンダーラインアイはこれまでに数々の驚きと感動を与えてくれましたが、彼らの今後の活動にますます期待が高まっています。彼らのパフォーマンスから見える個性と絆は、ファンを魅了し続けることでしょう。記事の通り3人のバランスが見事だと思う。 歌とダンスのスキルもさらにアップしぎし君は元踊り子ダンスも歌も素晴らしかったが、きしくんの変貌自在な歌声とあの軸がぶれずに即位ダンスパフォーマンスと表現力には圧倒された。翔君はさすが花がありもちろんさらにダンスに磨きがかかっていて声もかっこよくて、じん君は安定の聞きやすい歌声と普段の紳士的なイメージとは違う激しい動きで魅了された。なのに3人とも普段は天然だったり和やかな雰囲気で癒される。 キシ君待ってのデビューはこのゴートで改めて納得できた努力を惜しまずファンに素晴らしいパフォーマンスを届けてくれる3人が大好きです。ずっとずっと応援します。3人の掛け合いはほっこりしますね。ガン君、シン君がセンターでもナンバーアンダーライン愛の関係性は変わらないし、ゴート、オフィシャルチョレオグラフィービデオのキシ君センター登場を見た時はかっこよすぎて、これぞキシ君だと思いました。 一緒に活動してくれてありがとうという気持ちでいっぱいです。ダンスの表現力と見せ方がレベルアップしていて、ナンバーアンダーライン I には本当に驚きました。